ですね、狙ってるのはこういうろうそくなんですよ。ちょっと太いろうそくがないんで、3本重ねて消えにくくしてるんですよね、3本の細いろうそくを。でも結構風あるんですけど、こんな風に消えません。でちょっと露出をですね、多くして、なんていうかろうそくの方を目立たせるので、逆にナイフの方が目立たなくなるもんですから、こういったですね、銀色のこういうのをやると空中で、見えやすいもんですから、それで撮影します。で距離は3、ここのろうそくのこの位置まで、ここまでが、3.5 件、3件半です。その標的までじゃなくて、ここまでの距離が、3件半っていう設定でやります。でまあですね、今5投ぐらい、5回ぐらい投げたんですけども、やっぱりこれ技術だけじゃ無理ですね。まあろうそくに当たってしまうということが多いんですね、仮に当たっても。で炎のちょっと上だったりてなわけで、苦しい時の、無心頼みということで、無心剣でこれやりますね。炎だけをカットしてろうそくに損傷を与えないっていう。でまあナイフなんで若干サイドスロー気味に投げて炎を舐めるという感じにしています。まあ、できるかどうかちょっと全然わかんないですけどね。